はい、こんにちは、坂です。今日はね、テスト対策、二次不等式のね、見分け方についてやっていこうかなと思います。まずね、二次不等式やってて、こっちのさ、答えになるタイプのやつはわかるんだけど、この赤になるのが、どんな時に赤を使えばいいのかっていうのがね、なかなか難しいよね。そこをね、ちょっと今日は中心にやっていこうかなと思います。まず二次不等式をまず見たとき、問題見たとき、みんながやるべきことっていうのはこの2つだけね。因数分解もしくは解の公式をやろうとしてね。で、因数分解と解の公式をやった後に答えが出てくるんだけどね、答えがもし2個出てきたらこの普通のバージョンで答えを作るわけ。これ2パターンあるけど、この2パターンっていうのはここの向きでいいかな。不等号の向きを見て、これだったらこっち、こっちの向き、こっちの向きだったらこっちってのが分かるわけ。次ね、これ赤のバージョンなんだけど、赤のバージョンの時は因数分解もしくは解の公式をしたら答えが1個もしくは0個になる時だけなんだよ。 OK。 だからここがね、大きく違うの。答えが2個だったらこっち、答えが1個もしくは0個だったらこっちになるわけ。でもさ、これ4パターンあるじゃない。4パターンのうち、じゃあどれを選んだらいいのってことなんだけど、それはね、図で判断するしかないんだよ、図でね。じゃあ図でどうやって判断するかっていうと、1個の時の図っていうのはこれなの。これしかないんだよ、1個の時の図。いいかな。1個でなんか接するような状況ね。で、次0個の絵っていうのはこんな絵しかないの。X 軸とぶつかってないっていう絵しかないわけ。 OK。なのでね、ここであとは判断して、この絵を見てこの4つのうちから、答えを選べばいいわけね。じゃあ、問題ね、ちょっとやってみようね。まずこちら x2-2x-3 のやつだけど、まずは因数分解もしくは解の公式。因数分解できるね。はい、いいかな。で、因数分解したらさ、これさ、イコール0だと考えれば、これ不等号だけどね、イコール0だと考えれば答えが2個出てくるよね。3とマイナス1、答えが2個出てくるから青のタイプなわけ。じゃあ上下どっちなのって、ここを見ればいい。この向きの時にはこれね、これは覚えてね。なのではい、これだけ。この向きを選んであげて、ちっちゃい方からね、小さい方の数字、大きい方の数字、マイナス1から3まで終了。次ね、括弧2番もやるべきことは、まずは因数分解、解の公式。因数分解ができないね。だから解の公式をしていきます。はい、解の公式が終わったね。解の公式終わってさ、答えが何個ある？なんか1個に見えるけど、これは2個だよね。プラスマイナスがあるから、マイナス3プラスルート5、マイナス3マイナスルート5の2つあるから2個。つまりこっちのパターンなわけ、青のパターンね。じゃあここ見よう。この向きの時にはこれね、これ。なのでこれを選んであげれば、ちっちゃい方からね、 X 小さい方の数字、大きい方の数字で、忘れていけないのが、もしここにイコールついてたら答えにね、イコールつけるだけ。いいかな、イコールをつけるだけ。いいかな。じゃあ括弧3番いきましょう。まずやることは、そう、因数分解、解の公式、どっちか。これ因数分解できるね。はい、ではこれさ、答え何個？1個でしょ。 x イコール2っていう1個しかないよね。だからここなんだよ、1個の時には図で判断。いいかな。図の変え方、1個の時はこの絵ね、この絵。はい、でここでさ、1個ね、接するように書くんだけど、ここの数字はね、これになるから、 x-2 だったらここ2になります。符号が変わって2になります。これでが1個の絵ね。いくよ。あとはここ見てさ、いいかな、0以上はどこですか。この二次曲線がここ0以上でね、0以上、ここも0だよね、0だから0以上でね、0以上、だからこれはね、この中で言うと全ての実数が当てはまるわけ。
はい、ではね、括弧4番同じようにいきましょう。 x2 乗プラス 6x プラス9ですけど、まずやることは因数分解か解の公式、因数分解ができるね。はい、答えは何個ある？答えは1個でしょう。答え1個なので絵はこれ、いいかな。はい、1個接するように。じゃあここなんて書いたらいいかな。そう、マイナス3ね、プラス3だからここマイナス3って書くわけ。あとはね、これ見て、今はこれは0より大きいって書いてある。0より大きい、0より大きい部分どこですかって書いてるから、ここら辺は0より大きいよね、ここら辺も0より大きいよね。でもここさ0じゃない、マイナス3のこうぴったりのとこさ0じゃない、だからここだけは入れてはいけないよって話なの。ここだけは入れちゃいけないよ。なので答えはこんな感じ。 x イコールマイナス3以外、マイナス3以外は全部大丈夫だよって感じ。はい、となるわけ。いいかな。じゃあ次の問題いきましょう。あと4つやってみようね。まずこの問題、 x2 乗マイナス 2x プラス1のやつだけど、まずやるのは因数分解か解の公式。因数分解ができるね。はい、となるね。で、これ答えが1個なので図を書くんだね。図はこれ。はい、で、ここで1個ね、接するんだけど、ここの数字はそう、1ね。なんとなく分かってきたね。で、あとはこれ見て、0以下だ、0以下。この二次曲線が0以下になってる部分はどこ？0以下。ここら辺は0より明らかに大きいね。だからここだけだ。うん、ここだけ。だから答えの書き方この話。x イコール1。もう図を書かなきゃ分かんないね。いくよ、次ね。カッコ6。カッコ6さ、これ、まずここマイナスあったら、まずマイナスなくしてね。必ずどんな問題でもね。二次不等式どんな問題でも。はい、全体にマイナスかけて。全体にマイナスかけると不等号の向きがそう変わる。はい、ではね、ここからはさっきと同じようにまずやることはそう因数分解が解の公式。因数分解できるね。はい、答えが何個？答えが1個だ。はい、ここでぶつかる場所何？そうマイナス2だから2だね。あとはね、これ0よりちっちゃいんだって。0よりちっちゃい。この二次曲線が0よりちっちゃい場所はありますか？そう、ないよね。なのでこれ解なし。はい、残り2つ。まずやることは因数分解か解の公式。因数分解が、できないね。できないので解の公式。でさ、これルートの中がマイナスになるね。 9-16 でマイナス7だね。ルートの中にマイナスが来たらこれは解なしなんだ。いいかな。ルートの中にマイナス来ちゃいけない。つまりこれ何が言いたいかって、答えが0個なわけ。いいかな。答えが0個、答えが0個の時の絵はこれね。答えが0個の時のはこれ。はい、答えが0個の時の絵を描きました。あとはね、これを見て0以上、0以上になってる部分はどこですか？これ全部だよね。全部0以上だよね。なのでこの中からこれを選ぶわけ。全ての実数。はい、ではね、最後いきましょう。まあ、最後もね、同じように因数分解か解の公式。これは因数分解ができないね。だから解の公式。はい、この問題も同じようにさ、ルートの中がマイナスになるね。ルートの中がマイナスになるってことは解なし。つまりこれね、答えが0個なわけ。いいかな。答えが0個、答えが0個の時の A、これでいいかな。答えが0個の時の絵です。あとはね、0以下だって。0以下、0以下の部分はどこですかって言ってんの。0以下になってる部分はもちろん
ないよね。なのでこれの答えが解なし。分かったんじゃない？分かったんじゃない？やることはまずはね、因数分解かもしくはね、解の公式をしてあげる。で、答えが2個だったら不等号の向きね、この向き、この向き、この向きを見てあげればどっちかが分かるわけ。いや、答えがもし1個か0個だった場合には、1個だったらこの絵、0個だったらこの絵、あとはこの絵を見ながらどれかを探す。じゃあね、これで二次不等式の見分け方は多分できるようになると思うからね、頑張って練習してテストでね、バッチリ点数稼いできてほしいなと思います。ではこれで終わりにします。お疲れ様でした。